はい。みなさん、こんにちは。村長です。今日は Google Chrome の拡張機能についてお話をしたいと思います。村長ミュージックスタジオチャット GPT ができてからかなりたくさんの拡張機能がどん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 毎日のように出てきます。その中でもちょっと YouTuber には便利だなって と思う youtube 日本語ではチャット GPT でまとめるということになっていますが英語ではですねサマリーとかいう形でこういうウェブストアで出てると思いますこれを Chrome に追加すると YouTube の動画をまとめて記事にしてくれたり箇条書きにしてくれたり4つのパターンでまとめてくれるという便利なものです 今日はそれを使ってブログを更新したりするようなお話をしていきたいと思います。まず、Chrome ウェブストアに行って you ダイジェスト、YouTube Digest Chat GPT でまとめるというのを Chrome に追加します。これにつきましては概要欄にもまた貼っておきます。このようにしまして、確認の拡張機能を追加というのを押します。 これで使えるようになるわけですけれども、ちょっとわかりやすいように日本語にしてみます。このように設定画面が開きます。ここで選択するのは、この要約モードを4つの中から選ぶということです。そして、ようやく言語は英語の方が早く変えるとかいうことがあるんですけれども、早く書いてもまたそれを Google 翻訳や DeepL 翻訳で日本語に変えることを考えたらちょっとぐらいの時間はかかってでも僕は日本語にすることをおすすめします。というか僕の使い方では日本語の方がずっと便利に感じています。ここで日本語というのを選びます。はい、そうしましてここはいろいろなんですけれども下2つはですね 過剰書きのようにまとめてくれます。ここで過剰書きの数というのが選択できます。例えば10という風にしておきましょう。そうしまして、右側の方はまずは変える必要はないと思います。そこで保存をします。はい。このように緑色のボタンが出ましたら、これで設定が完了したということになります。そうしまして、 YouTube を見に行きます。例えば、これは僕の YouTube チャンネルです。この3つ目の動画を見てみましょう。開業してるけど直さないなた。はい。このように広告が出ても、広告はストップしても大丈夫です。そうしましたら、画面の機能拡張のところにですね、これをピン止めしておきましょう。そうしまして、更新をします。 このようにしますと、右の一番上のところに ChatGPT サマリーという、こういうものが出ますので、ここをクリックします。すると、しばらく考えて、この僕の動画をまとめてくれるわけです。10個に箇条書きにしてくれということにしましたので、10個の箇条書きが出てきます。このようにまとめてくれるわけです。 僕の動画は11分19秒あります。これでですね、うまくまとまったということになります。こうして過剰書きのようにしてくれます。ここのタイムのところをクリックするとそこに飛んでいって見れるようになります。例えば8分16秒のところをクリックしてみましょう。そうしましたら8分16秒のところに YouTube がジャンプしてくれてそこから再生をすることができます。 権限がなかったらうまくいかないわけですねこういうようにとっても便利に要約をしてくれるので全体を見る時間がないような方にはとっても便利ですじゃあもう少し4つのメニューを変えてみましょうこの一番下の箇条書きの方をやってみますこれで保存をしますそうしましてもう一度 YouTube に戻ります YouTube は更新をしてください。はい。このように更新しましたら、また新たなボタンが追加されます。ここでクリックをします。よく似た感じですけれども、ちょっとまとめ方が変わります。このようにセクションごとには横棒の線が入りまして、10個の項目に分けてくれるようになりますが、先ほどと何が違うかというと、その内容まで出てくれています。 この右側に小さな三角がありましてそこをするとその中の内容をもう少し詳しく見ることができますこのようにですねそして僕が一番やりたいのは今言いました2つは視聴者の方にはとっても便利な機能だと思うんですけれどもこれをですね ブログと一緒にまとめたりするのにはこの方法じゃない方法がいいと思います僕が一番気に入っているのはこの一番上なんですがせっかくあるのでもう一つだけ見ていただきましょうまた更新をします広告のところで止めても大丈夫ですそうしまして右側のボタンを押します どどんどん文章を作っててくれいいますねはい、これで全部まとまったということです。最後に僕がやりたいのをやってみます。一つの段落として要約するということです。まあこれかこれですね。このどちらかを使えばいいと思います。もう一度やります。 若干ですね、僕の話発音それによってですねどうしてもきれいに読み取れない字幕と一緒でですねそういうところもありますのでこの「要約というのはですね若干間違っているところもありますそこらはちょっと気をつける必要もあると思いますそうしましてこの文章ができましたらここにですねスピーカーのようなマークがあります こここをククリッししてみましょう。このトランスクリプトは村長が作った VST リストのメンテナンスソフトの紹介とそのソフトの背景色を変えるためのプログラムコードの解説が含まれていますはいこのようにですね文字を簡単に読んでくれるという機能もあるわけですこれができましたら僕がやりたいこれからが本命のお話です この文章をコピーします。コピーしましたらブログに貼りたいと思います。僕のブログを立ち上げます。僕のブログは人道というホームページで作っていますので、これを開けます。人道では管理メニューのところからブログを書くことができます。ここで記事を新しく書くんですけれども、このような 形で人道の場合はブログを書くことができますここでタイトルとかを入れていくんですけれども先ほどのコピーしたものをここにすぐに貼っていくのではなくてメモ帳やエディターを使ってやるとより便利にできると思いますこのように貼りましたちょっと見えにくいんですがこれはどうしてかというと折り返しを設定していないからです 右端で折り返すとしましたら、先ほどの文章がこのようになります。そうしまして、この一番上の行がタイトルでした。これを全部使うかどうかは別にしまして、そうですね。この上のところ、この部分だけを使ってみましょう。これを僕の場合はですね、最前面に固定して、後ろに行かないようにしておきます。そうすると、 編集とかがとっても楽にできます。ブログの方を開けます。このタイトルをここに貼り付けます。はい。そして投稿日の確認をしまして、ブログのテーマということで、えー、いろいろテーマは作ってあるんですけれども、YouTube まとめブログというふうにしていますので、これを選択します。公開するというのをチェックします。ここには、 YouTube のサムネイルなんかを貼っておくのがいいと思いますので僕の場合はこのようにサムネイルも見えるような仕組みにしてありますのでこれをクリックしますとこのようにサムネイルが出てきますこれを右クリックしまして名前をつけて一旦保存をしたいと思いますどこに保存してもいいんですけれども僕は デロ一時的なんていうようなフォルダーを作ってありますので、ここに保存をしたいと思います。適当な名前を付けます。今保存をしました。ここに今保存した JPEG ファイルがあります。これを人道の方にドラッグドロップします。はい。そうすればこのようにサムネイルができました。 そして概要ということがありますので、ここに概要をつけておきましょう。概要はこれ全部ですね、タイトルのところ全てをコピーしまして、そしてここに貼り付けておきます。このようにして保存をします。そうしましたら、ここにブログを書いていくことができます。ここで文章を書くことにします。この文章はこの部分をコピーします。 そして貼り付けます。ここでちょっと気づいたことですけれども、ここに村長さんはという風になっています。自分が書いた記事なのに村長さんはというのはちょっとおかしいですよね。こういうテキストエディターには文字を置き換えるという機能があります。通常で言えば、この置き換えというので置き換えてもいいわけです。でも僕は そういうのを便利にしてあります。ツールのところに名前を指定してマクロを実行というこれがあります。これをしますと、このように僕は前もって置き換え村長というふうなマクロを作ってあります。これで開くと、はい、このように村長さんはというのが村長はというふうに 自動的に変わるようにマクロを組んであるんです。また、その使い方などにつきましては、何かの機会にもしくは、桜エディターのマクロの使い方、そういうのもチャット GPT に聞くといいと思います。そうしまして、これが変更できましたので、これをもう一度コピーします。そうしまして、こちらに貼り付けをします。 開業をしたりとか少し整えたりすればいいと思います文字の大きさもちょっと小さいなと思えば文字のサイズを変えたりこうしてブログを書けばいいと思いますこのようにブログを書きましたら実際は皆さんにはどのように見えるかと言いましたらこれが僕のホームページです ここのブログというところを押しますとはいこのようにサムネイル付きでこんな感じにタイトルが出ています内容を読むときは続きを読むこうすると中を見ることができますこうして YouTube とブログそこをうまく連携しておくと自分のホームページを知ってもらうためブログを知ってもらうため そういうような連携した行動もできるようになります。今回ご紹介しました YouTube の右側に出てくる Chat GPT サマリー、Google Chrome の拡張機能として入れておくととても便利に使えるのではないでしょうか。自分のをまとめる方、そして YouTube の閲覧者の方は動画の内容を まとめた形で見ることができるので、とても便利だと思います。ぜひ、Chrome Web Store に行って、この YouTube Digest Chat GPT でまとめるというプラグインを入れると、YouTube の閲覧がとっても快適にできるようになると思います。ぜひ、お試しください。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。まったねー。